あとはこちらのレッスンパンダなんですけれども、見えますかね。これには実は大きな意味があるんですけれども、分かる方います？火から身を守るため、そう、自分自身がいろんなところに隠れるために保護色としてこの色合いをしていると言われています。お腹まで真っ黒ですよね。こちらも大体木の上で生活するとお話しさせていただいたんですが、中に紛れるために体の下側は黒くなっているといわれています。じゃあ肌と太陽光が当たっていたりすると全体的に色は明るくなるじゃないですか。そこに紛れるように黒くなっていると言われています。さあ、ではまずピンク、お、結構いますね、ピンク色、ありがとうございます。じゃあ次、いやいや、茶色でしょ、ピンク、ありがとうございます。最初は本当に白色で生まれてくるんですけれども、登れるかな。